はい、敗者復活 B ブロックに進出をかけた試合となります。さあ落ち着くカラーが落ち着く家庭用のハートフル1か何かかな。さあ 黒いカラーに赤目、なんかあのギルティの家庭用のスタートボタンのあれみたいな、ゲージ無限のやつ。さあ乗ってからジャーシーカウンター超美味しい。さあ EM が出なかったもよう。そしてこれは後ろ回られて、さあしっかりと、さあ罪なので若干補正かかって、あまだポジション入ってないかな。さあゲージがなくてもここまではつながる。ジャイエンシト、さあ拾えない。さあしっかり見ている。おっと、さあ B バンカーはバレストラで抜けて、ジャンシー変だね、隅田も見つけす、キラ使いのアラゴ。おっとこれ、さあ今のは負け角だったのでバースト。さあ何かペチッと当てれば勝てるが、ここは間に合ってないが、こっちもダメージはそんなにない。西ホミキャン西、力強く下段を刺していく。あれ今回空格王でしたっけ西って、ないですか。じゃあ今のは下段ですね完全に。さあ集めそろってワンコンボ、端っこの状況、これはさあ生エコだからミルワール落としてきっちりと拾って、もう一回ワープから落として、さあ受け身狩り、あの受け身狩りが入ったらとんでもないヘリになりますよ本当に。そこは後ろちゃんも引いていて、カウンター、これはいかい、きっちりダメージアップ上がって、様子見、ヨニガセンコは、さあ死ななきゃ死ぬ。さあこれは補正がまだきついので死にはしない。もう一発何か必要、怖い名前くらだからきっちりやって、かけ勝ったのは M さんのキラーとなります。いい進出です、おめでとうございます。はい、では、おもすさん、猫さん、はい、じゃんけんして席決めてください。はい、でこの次が、この試合の勝者とハリさんですね今キラ使ってのじ合いやってるけどあ、のじ合い終わってますね。各ブロック上位2位までの人はこの後、6人で決勝トーナメントになりますので、その心準備だけお願いします。さあその6人目を決める残り2試合、さあ生超ビーム、あれ昔大阪でザビエルさんが使ってザビームって呼ばれてますね。さあジャミーが強い、シャッフルの持続なくて 4D しても引っかかっちゃって、そうこれは着地が早かった、どうすりゃいいのと、攻めあぐねる攻めあぐねる。さあ海がきっちり花も倒して、さあシャッフルで追い返されてしまう。さあ先に触られて一本選手は重すどろしい。まずは AB からワンツースリー投げ、あんな上にあるカードは役が成立しちゃったら怖い。さあ間なんか仕事しなくて、ファーストまだ我慢して落とされる端っこの状況、これはこれは、さあスペキュレーション抜けている、触られて6位からしっかり拾われる。さあうまいことカードを3つけていくが、
バーストをまだ残している。これ解放しっかり、あーパンクだ。これで相手のバーストフリップ警戒、触れば勝ち、触ってもがちまだ生きる、読まれていたですよね。はい、では、おもすさんとハリさんとなります。はい、では HP がどちらですかね。おもすさんですか、ハリさん。ああしゃ、え、ハリさん、レズさんとおもすさんです。ごめんなさい。ではこの試合の勝者が6人目の決勝進出者となります。さあステップで、さあ後ろからもう一度いただかれちゃって、オリゾンボイス転生写真きっちりだろ。お姉ちゃん警戒で、こまちゃん間に合わず、さあ姉クラスで攻めてきて、ここは西の差しどころ。あんな技あった、そういえばあのミリアのエスレンダみたいな。さあベーゼレンベレンか、ベレンが帰ってくるコンペ 2A でお姉ちゃん殺して、さあお姉ちゃん、あった。さあボイスがあれは総裁して判定なくなったかな。さあまだわからない、お姉ちゃん死んでるよこれボイスやはり牽制としては超優秀。さあお姉ちゃんも殺しつつ、おっと、さあ姉収納、姉収納5人下まで解放。さあ 2A でペチッとやって、さあカードで姉を殺せない。ジャンピーで投げとすぐお姉ちゃんも死んでいる。これはあっと範囲が広かった。さあ中断結果的に中断。あっとこれはでもウィルカードが役に立たない生きる生きるけれど、さあ状況は厳しい。リーゼのバーストこそないが、さあきっちり姉を殺して、さあそして警戒するも間に合わず、勝ったのはハリさんとなります。おめでとうございます。はい、では、決勝トーナメントの6名がこれで決まりましたので、ただいまから抽選を始めたいと思います。